お盆の夏空を彩る京都の伝統行事五山の送り火が行われ、京都市内を囲む山々に大などの文字が浮かび上がりました。午後8時、護摩木に火が灯されると夜空には大きな大の字が浮かび上がりました。五山の送り火はお盆に迎えた先祖の霊を送り、無病息災を祈る伝統行事です。鮮やかに浮かんだ送り火を家族連れの見物客らが見つめました。おじいちゃんのことを思っていると思います毎年なんですけどね、一回一回違いますね。